どうもこんにちは、まなです。はい、今日はまあお風呂で撮ってるんですけど、まあすごい入浴剤見つけたんですよ。こちら、じゃじゃん。今多分一瞬皆さん、え、これ入浴剤って思ったじゃないですかこれ入浴剤なんですよ。すごくないですかこれ。最初シャンパンかと思ったの。そう、 950ml 入ってて、ローズブロッサムの香りわかりづれえ。 ローズの香りかなすごいよねこれ。何回入れる、どんぐらい入れるの1回の袋で。10ミリ。え、じゃあもう95回使えるやばいじゃん95回分それ1本で。うん、やばいよね。めっちゃ使える。何、ただバラの匂いがする入浴剤っていう感じ。いや、なんか泡泡、あ、泡立てるとなんか泡泡になるっていう。すごいじゃん、そこもなんかシャンパンみたいなのねシャンパンも泡立つじゃん、ちょっとそうへえ、すごい、リアル。ボディ用洗浄量って書いてある。ああ、泡は風呂だからもう洗ったってことになるってことじゃない。そう、すごいね。うん、めっちゃ楽じゃん。これとあとね、色が金と銀あった。あ、3種類色。うん、へえ。いやでもやっぱピンクかなと思ってピンク買ってきましたじゃあちょっと開けてみる。もうすごい、はい、なんかすごい、本当にシャンパンみたい。なんか凝ってるね。ね、おお、なんかかっこいい、すごっこれって何、キャップが10ミリぐらいなのかな。いや、目安じゃない、わかんなくない。キャップにこう入れる形式じゃなくない、それどう見ても。ほら、ただのキャップだよ。この中にこう入れてさ、あ、大体そうだよね、入浴剤って ね上の蓋がさ、メモリ代わりに。このぐらいなのかな、10ミリって。いや、目分量でいいんじゃない、適当。うん、95回で割ればそれは大体このぐらいになるんじゃない。取れたっけ。お、開いた開いた。おお、バラの匂いだすごい、真っ赤だ、真っ赤。え、ピンクっぽい色。あ、でもこの容器がピンクだからあれか。え、かわして、かぎたい。すんごいバラ。うお、これ頭痛くなる俺こんなにね、いっぱいあれしたらあったけど。で、一回入ったら黒。そうだね、入ってみたらいいじゃん、そのまま。ちょっと待って、おー、熱いじゃあ、入れますか。手にさ、やってよ、一回こう。そのまま分かるんじゃない色。うわ、すごい。なんか、赤くないじゃん、ピンクじゃん。全然。いや、多分、この中を見ると赤いんだよ。赤く見えるのね。見える？ただのローションじゃない？ちょっとピンクっぽいかなって感じ。いいんじゃない、それ。手、ガシャガシャってやっちゃう。激しく。どのぐらい入れればいいんだろう。あ、すごい、バラの香りしてきた。もうちょっとね、ちょっと多めに入れちゃってもいいかなすごい音ね、こんな。どう、いいんじゃない。なんかさ、トロトロしてるからさ、これ本当はお湯を張る前に入れるんだよね。で、なんかあれをやったら、あとはなんかシャワーでこうバーってやって、じゃああれやったら今シャワーでそのジェットモードにしてさ。そうだね、やってみればちょっと泡立つんじゃない。よいしょ、いきます。どうぞ。
そろそろもうちょい。おお、すげえ。よいしょ。すごいね。やばいよね。もう胸の下まであるじゃん。おお、すごい。でサムネ撮るからそのシャンパン持って。よいしょ。こっちに。マジでセレブ、セレブやん、なんか。いいじゃん、いいじゃん。いい感じ。うん、マジで酒飲んでるみたい。グラスあれば完璧かも。あー、そうね、グラスとあれ持ってれば完璧。買えばよかったね、こんなあれだ。すごいね。すごい、やば、結構泡あるね、それね、ほら、やばくない？めっちゃ泡ある。やばい、やばい、やばい。ほんとなんか見た目以上に多分お湯少ないんだね。そう、お湯少ないよ、ほらこの辺までしか入ってない。おお、じゃあほぼ泡、ほぼ泡。すごい、すごいね。これね、ちなみにね、値段が1650円だった。おお、じゃあ結構するけど、でも95回分って考えると、あ、そっか、どうなんだろうね。でも薄いのかな。ちゃんとさ、10ミリリットル入れるじゃん、うん、どんぐらい泡立つかだよね。まあでもさ、結構さっき入れたけどさ、全然まだ余ってるよ。10回以上使える。10回以上使えるよ、ね、あ、じゃあ1回使うに160円だとしてもまあね、うん、いいんじゃない、楽しめるんだったら。そういいじゃん。だってさ、普通のさ入浴剤、あの高いやつって高いじゃん。高い、だから1回400円とかする入浴剤あるもんね。そう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 、なんかね、うん、それ考えると安いのかなって。そうね。しかもなんか泡の風呂ってさ、温度が逃げないらしいよ。あ、そうそうそう、こもって結構温まるんだよね。ずっと温かいらしいよね。よいしょ、足出して、足ぴょんって。すごいすごい。あ、なんかそういうのある。なんかグラビアアイドルとかが写真をか、うん、水着着てんだけど、うん、その水着の部分を白い線で塗りつぶすとなんか裸に見えるみたいな。へー。水着を白線でつぶすだけでなんか来てませんみたいな、その、そう、錯覚で入ってます的な。え、あれじゃない今、脱いでみたらいける。肩紐とかないだけで多分すごい裸に見えちゃうんじゃない。待って、泡を、あ、ちょっと手がどうやって出そう、手。まあ、とりあえずあれじゃない、紐を外して泡もっと抱きかかれちゃった方がいいんじゃない、その胸に。こういう風に、そう、もっともっともっと顎の下まで。そう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 。な、多分見えてないと思うよ、これで。大丈夫よ。うん、いや、ちょっと横乳が心配じゃない。なんか、あ、そう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 、すればない、そうすれば多分大丈夫。はいはい、あ、完全に取っちゃったら、じゃあ取りましょう、うん、どうですか。待って、ガチで撮るよ。もうただの風呂じゃん。裸で入る。はい、泡がすごい。泡やばいね。それ何、それがブラジャーだよね。ブラジャー、パンツも脱げんじゃね。ちょっと待って、パンツこそ多分ね、わかんないだろうね、どんだけ泡が減ったところでね。よし、はい、ちょっと泡がすごいついてる。はい、すごいね、すごい。今ね、裸だよ。ここ、腕だけ出して、こう、腕、肘、あ、そう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 、で、足を出して。あ、すごい、本当にすごい。え、なんかマジセレブ感がすごいね、それ。泡がすごい、やばいね、本当にすごい、これ。なんかさ、あれだ、あのカビハイターをかけた時の泡立ちみたいな感じで。まだにカビハイターかけましたみたいな。なんか汚い。カビじゃないよ、私。すごっ、すごい、なんか気持ちいい泡が。きめ細かいから、これどんだけズームしても分かんない。もうすごい細かいもん、うん、隙間がない。すごいよ、触ってみたら分かるけど、うん、すごいよ、ほらきめ細かすぎる。ほら、なんか炭酸風呂みたいだね、パチ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 して、すごい、うん、
なんかね、手にくっついてるじゃん。うん。そう、なんかシュワ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 言ってる。ああ。すごくない？いいね、それは。いや、こんだけあったらさ、すごい遊べるね。そうね。なんかさ、小さい頃ってさ、やっぱ市販のやつ買うじゃん。うん。でさ、入れるじゃん。頑張ってもすぐ消えるよね。ああ。これめっちゃ残ってるからいいね。こんだけ遊んでもさ、めっちゃあるよ。ほら。それ普通に座ってみたら、あの姫様、女の子剤だっけ？泡でさ、もう角栓じゃね？泡がブラジャー代わりこう抱きかかえれば。はい。すごっ。それそのまま後ろ向きとかできんじゃないの？いけるこれ。泡持ってかないとあれだよね。後ろに向くときはまあそんな持ってかなくてもいいんじゃない？戻るときが難しいんじゃない？大丈夫？見えてない？うつ伏せで寝るみたいな感じで持ってきすぎると後ろのお尻の泡ないよそれ今。嘘。ほら全然ない。持ってきすぎなんだって泡。こんな？ちょっと半分ぐらい後ろに、この位置が難しい。ああいいじゃんいいじゃん、そのぐらいじゃない、お尻の位置。あ、はい。おお、いけたいけた。すごい。多分ギリ見えてない。あ、でもミニ乳がやばいよ、ミニ乳が。むずい。こんな。おいいじゃん。大丈夫？大丈夫？すごい。ちょっとあれじゃない、膝立ちしてさ、泡を抱えてさ、ちょっともう一個ぐらいサムネ作っときたくない？膝立ちして、多分下は見えないかな、はい、おいいじゃん。あ、ちょっと待ってちょっと待って、価格があ、やばいよやばいよ、泡がはい。もうちょい泡減らそうぜ。ありすぎてもなんかつまんなくない？はい。こんな？なんかめっちゃおっぱいでかい。めっちゃおっぱいでかい。もうちょい少なく。いける？はい。こんな？お腹は見せたくない？あ、そう、肌色の部分。あ、そうそうそう、うまいじゃん。あ、めっちゃうまい。その泡をさ、トリミングするのがうまいね。どう？あ、こう、頭にこういける？手バンザーみたいな。お、いいじゃん、すごい、落ちないね、すごい、すごい落ちてる感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとこうか。あ、やばいよ、やばいよ、落ちてきてるよ、落ちてきてるよ。こうか、こうか。早く早く早く。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いい、いい。あ、ちょっと待って、早くして。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、カメラが。あ、こんな感じかな、こんな感じかな、いいんじゃない、いいんじゃない、はい、OK じゃない。全然余裕じゃん、落ちそうになかったけど。いや、なんかね、すごいね、あの、うん、ついてるじゃん、うん、バチ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 言ってんのよ。あ、だから泡が消えてってる感があって。落ちてる感じするんよ。じゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。バイバーイ。